ひなチャンネル。今日は2023年7月14日に公開した君たちはどう生きるかのレビュー動画ね。いやさ、帰る時まで動画作るとか言ってなかったのに、なんで急に動画作る気になったの？帰ってる最中に急にトレンドに乗った動画を作りたくなってさ、一丁やってみるかって思ったのよ。でもさ、すげえ久々に一緒に映画を見に行ったから、おかげで鑑賞直後の感想会も楽しくできたわ。あんたは映画館で飲食買いすぎだけどね。映画館で映画見るときは大抵何か買ってみるでしょ。お前が持ち込みしかしてないだけや。映画館の飲食高すぎだもん。飲み物なんか自販機で買えば半額以下だし、ポップコーンなんて元は豆よ豆。豆でも美味しく食べれればいいでしょうが。そんな感じで映画の宣伝を一切しておらず、内容を全く知らない状態で見に行きました。どんな感じよ。宣伝も予告も全くなかったもんね。内容を全然知らない状態で宮崎駿作品を見る機会なんか、これが最初で最後かもしれないから、公開初日を逃すことはできなかったわ。だからこそこんな内容だろうなと想像せずに、期待値ゼロで見ることができて楽しめたのかもしれんよな。またこのレビューですが、ネタバレは一切しませんので、作品未視聴の方もこのままご覧いただいてもご安心できます。そいでさ、感想はどっちから言うの？私から？あんたから？ぶっちゃけネタバレなしの感想なんて30秒で終わっちゃいそうだから、ネットで拾ってきたレビュー紹介から入るよ。なるほど、そういう作戦できたのね。宣伝なかった理由とかは触れないの？他に詳しい人がたくさんやってるから、うちらで説明しなくても大丈夫でしょう。先にお伝えしておきますが、レビューは賛否両論分かれてます。面白いぐらい真っ二つよね。そのあたりはレビューコメントで分かってくるけどね。そのためまずはネガティブ意見から紹介しますね。まず1つ目のレビューです。期待外れというか、難解すぎて何とも言えず、とりあえずもう一回見てみるかな。難解かどうかは個人差があると思う。この人の言いたいこともマリエの言いたいこともわかるわ。次のレビューコメントです。宮崎駿監督史上最低の作品。これはないかな。まあうちもこれはないな。なんで史上最低にしたのかを書いて欲しかったよね。次です。ラピュタやトトロ、千と千尋を超えるものが欲しかったです。気持ちはよくわかるわ。うちもこの人の言いたいことは理解できる。ただね、そこを超えれるのかとも言いたい。あのあたりの作品はレジェンドだよね。レジェンドを超えることを最初から期待してみると、おのずとマイナス評価になっちゃうよね。次です。よく言えば集大成、悪く言えばごちゃ混ぜ。ああ、なんとも言えないこのモヤモヤ感。この人の言いたいこともわかる。そうだよね、言いたいことはわかる。今までの宮崎駿作品で見たことあるような場面が結構あるから、そのように受け取る人が多いとも思うよね。でもそこは人によって受け取り方に違いがあると思うよ。そのあたりは最後に言おうかね。次がネガティブ最後のレビュー紹介にします。宮崎駿監督の10年ぶりの最新作ということで、楽しみにして公開初日に鑑賞。宮崎駿監督らしい独特の世界観がある作品ですが、ストーリーがよく分からず面白みに欠ける。監督の自己満足が強い印象で、残念ながら不満が残る。なんかさ、内容が難しい、よくわからない、ダメな集大成、期待外れ、だいたいこんな感じのコメントが多いよね。そうなんだよね。映画館から出た後にも話したけどさ、まず子供には難しくて向いてないよね。小学生に理解しろってのは難しいと思うわ。キャラも決して子供向きではないと思うし、ある程度年齢が上じゃないと理解できないと思う。さらにさ、最近流行りのアニメ見ていた方がすんなりと理解できそうな気もする。なんとなく展開は似てるよね。普段からアニメとか見てない人にはわけわかんないかも。あんたの言いたいことはわかるわ。それではポジティブレビューの前にマリエレビュー行こうか。私が最初ね、喧嘩別れのイメージ強かったから、この句入ってて嬉しかった。そこ？スタッフロールがすごかったじゃないの。豪華声優と豪華スタッフ。すでに公開されている情報の感想やね。レビューありがとう。それでは他の人のポジティブレビューを紹介するね。最初の方です。この映画は宮崎駿監督から突きつけられた命題でした。私にとっては分かりやすい映画ではなかった。本気で見ておそらく分かったのは2割程度。それでも素晴らしかった。生きることに悩んだらきっとまた見たくなる。宮崎駿監督ありがとうございました。この人は難しくても本当に面白かったみたいね。作品の良さを理解できたんだと思うよね。次のコメントです。スタジオジブリがすでに伝説。この映画はジブリの集大成、本物のファンタジー、後に伝説となると思う。確かにすごいファンタジーしていたわ。この人の集大成はポジティブ意見なんだよね。やっぱり見る人で印象が大きく変わるみたいよね。それでは次のコメントです。人類見てくれ、
上映期間中にあと少なくとも1回以上は見に行きます。これがジブリ。そうね、五郎とは違うジブリだったわ。五郎に恨みでもあるんかい。ポジティブコメントは長いのが多いので次で最後にしますね。予備知識なしで初日鑑賞、結果ものすごく楽しめました。宮崎駿を好きでいてよかった。ストーリーは言ったってシンプル、そんなに難しく考える必要はないです。なのでできれば予備知識なしで見に行って、そして圧巻の映像美、世界観に酔いしれてほしい。ただジブリ作品ですが幼児や小学生のような子供向け映画ではないと思うので、お子様と一緒に行こうとしてる方はご注意を。この人にとってはシンプルだったんだ。普段から他にもアニメを見てるような人じゃないのかな。でもやっぱり子供向けではないって言ってるよね。子供にとっては難しいと思ったんだろうね。ポジティブコメントは集大成、作画が良かった、ストーリーが良かった、だいたいこんなコメントが多かったかな。集大成、あ、今までの宮崎駿らしさってことよね。うちも今までの宮崎駿らしさという認識だね。確かに過去の作品で見たことあるようなシーンもあるけど、監督一緒だから仕方ないと思うしね。それを集大成というのか、今までの宮崎駿らしさと受け取るのか、これで作品の面白さが大きく変わるとは思うよ。ちなみにさ、マリエにとっては内容難しかった？そこまで難解ではなかったと思うよ。気づいてないことも多そうだけどね。あんたはどうだったの？うちにとってもそこまで難しい印象はなかったんよね。多分ね、最近のアニメをしっかりと見てるから理解しやすかったんだと思うよ。ただマリエと同じく謎に思ってる場面も残ったままだけどね。もしかしたら複数回見たら解明するかもしれないよね。最後にあんたの感想は？なんかほとんど言ってるんだけどさ、まとめるのであれば、宮崎駿作品として面白かったと思うし、確かに過去の作品で見たことあるような演出も多いけど、それは宮崎駿ワールドとして見れたかな。そして最後に謎がいくつか残ってしまったけど、それはファンタジー世界のルールで解決させましょう。こんな感じかな。いい加減な感想だな。個人的には面白かったってことよ。そんなわけで約10年ぶりの宮崎駿作品、君たちはどう生きるかのレビュー動画でした。宮崎駿作品が好きな方にはおすすめだと思いますが、ここ数年のアニメを視聴していない方には馴染めず難しい印象かもしれませんね。私も個人的にはおすすめよ。映画見てる最中に急にコンタクト曇ってさ、まともに映像が見えなくなるし、暗闇の中で目薬させないで苦労したよ。言ってくれれば耳元で解説してあげたのに。キモいし周りの人に迷惑になるからやめてや。映画を見るときはマナーをしっかりと守りましょうね。それでは本日の動画はここまでです。最後までご視聴いただきありがとうございました。いつもご視聴いただいてる方も、初めて見てくれた方も、少しでも良かったと思ったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。